さんこんにちは。今ですね、渋谷のまさかステージにて開催中の、2021年日本ホビーショーポップアップストア第2弾ということで、こちらのまさかステージの方で今、ホビーショーの日本ホビーショーのポップアップショップをやっております。まずですね、私はトコネというレッグウェアブランドのディレクターをやっている菅井葉月と申します。よろしくお願いいたします。まずこちらですね、関西山本ブランドのコレクションマスクということで、今まで関西山本さんのブランドで作ってきた洋服の、コレクションの、衣装の残布を使ったもう一点物の唯一無二のマスクの販売をこちらでしております。まず全部これ一点物でそれぞれ違う柄になってますので、ご自身のお似合いになるものをそれぞれ手に取って見ていただける貴重な機会となっております。こちらに関西の家具も入っております。でですね、こちらはいつも基本的にウェブサイトの方で販売されてるんですが、今回限定的にこちらのポップアップで手に取って見ていただくことができます。でマスクの方もすごくファッショナブルで素敵なんですけれども、つけ心地もとても良くて通気性もいいですし、すぐ乾きますし、デザイン的にも素敵で全部一点物になっております。でこちらの方で今トルソーに、コレクションの洋服を着用させて、マスクのコーディネートとして展示させていただいております。はい。でこちらの売り場で限定的にコレクションの動画だったり着用したマスクの写真も合わせてご覧いただけますので、ぜひご覧ください。こちらはですね、また同じくトコネのセレクトした作家さんとのコラボレーションのマスクとタイツを見せるというようなコンセプトで作られたスペースになります。今私がつけているこのマスクとタイツもめぐみうらというブランドさんとのコラボレーションによって、作られたマスクとタイツの連動したものになっております。これはいろんな種類を、めぐさんの、マスクいろんな種類がありますが、こちらの赤いサザンカの柄のマスクと、こちらが実物で私がつけているものなんですけれども、同じ柄の連動したタイツ、こちらの黄色のタイプと、この前から見ると青なんですけど後ろから見ると黄色というタイツが連動したものでコンセプトでご提案させていただいております。はい。でこちらはですね、少女の友さんというアーティストの方のマスクです。これも全部手作りで一点物になっておりますので、もう自分だけの一点を見つけていただければ嬉しいです。東京と書かれたマスクもあります。ね、日本人の方だけではなくて海外でも人気がある少女の友というアーティストの方のデザインアートマスクになっております。でこちらはですね、私の方がディレクションさせていただきました竹井千佳さんという今人気のイラストレーターさんのマスクになっております。猫と女の子、でこちらはもう少しつけやすい黒いタイプで女の子がいて、なんか中央がですねこう編み上げになっていて、こう編み上げのマスクをしているような黒いボディにつけやすいタイプになっております。で隣に続きまして、同じマスクとタイツが連動したコンセプトになったものです。これは、陽介さん、畑陽介さんというアーティストの方がデザインしてくださったタイツと連動した柄のマスクです。これは麻のタイプになってまして、耳の部分を引っ張って自分で紐の長さを調節できます。かつここにワイヤーが入ってますので鼻の形にフィットしてつけることができ、かつこれリネン素材で作られているのでとても涼しくつけ心地もいい、夏にぴったりのタイプですね。同じく隣も川泉さんというアーティストの方とのコラボレーションのタイツと同じくマスクになっております。これも同じく耳が調節できますし、ワイヤーも入ってますので、つけ心地も見た目にもスタイリッシュにデザインされています。はい。で続きまして上に行きまして、これはムジナというさっきの関西さんのトルソーの方で使
わせていただいた靴のブランドさんなんですけども、まあ、いろんなアーティストの方とコラボレーションしているあのブランドでもありまして、タイを中心として活動されているムジナというシューズブランドなんですが、そこもいろんなアーティストの方とコラボレーションしたマスクを、もうコロナが、ね、始まって本当に最初の頃からマスクをデザインして作られてまして、そのオリジナルのムジナのマスクと、まあ、タイでセレクトされているタイの、とても人気のある抗菌タイプのマスクになります。で、今この河合泉さんだったり畑さんでこちらの方で、ね、使わせていただいたこのゴムなんですけども、これがですね、なんともうメーター単位で買えるこちらのゴムとしても販売されてまして、もう短く2メーターごとで切ってもいるんですけど、このタイプね、なんと日本ではちょっとね、入手がね、できないようなタイプになってまして、こう、裏も表も、どこにもこう、継ぎ目がなく、すごくこう、耳当たりもいいゴムでして、まあ、こう、ファッションってね、ストラップに使われてたりするようなことあるんですけれども、これがね、販売されてるの私も見たことがないので、とてもこう、貴重な機会だと思います。メーターで売ってますので、いろんなものにご活用いただけると思います。はい。そんな感じで、箱根の売り場を、紹介させていただきました。皆さんぜひ会場に来ていただければ嬉しく思います。ご健康にお気をつけになりつつ会場でお待ちしております。ありがとうございます。失礼いたします。